はい、じゃあふみのお土産シリーズ第2弾、今回のお土産は何ですか、ふみさん。たこ焼きソース風ラムネ。たこ焼きソースみんなお祭り、今年コロナで行けなかったから、ラムネ買ってきました。そうだね、みんなラムネ飲みたかったもんね。たけ、でかくてちょっとカメラが、たこ焼きの屋台とラムネで、はい、皆さんちょっとずつコップに入れていただくそうです。はい、じゃあ乾杯の一気に。うわー、ソース味。うわーって言ったっけ。マスクはない。お、マスクない。いけるなって言った。味がそんなにしない。味しない。じゃあ匂いだけってことか。そうですね。あー、何これ。味は普通のラムネっぽい。あ、そうなんだ。飲み方、いや、普通のラムネではないけど、うん、酸っぱくないの。だからほら、ソースの味がするかなと思ったけど、特にそんな強くはないですけど。あ、そうなんだ。なんか思ったより面白くない。前回の羊羹の方がきつかった。あれ、羊羹だ。羊羹やばかった。マジで、うん、あ、食べてないの、まだ。あー、羊羹は青のりの匂いがきつかった。今回青のりないんだ。これ、なんか普通ソースの匂いだ。ソースだな、ということでした。じゃあ検証結果、たこ焼きラムネはうまいでいいですか。でもたこ焼き入ってるのソース入ってない。ソースやってるなんか不満が残ってるみたいですけど、はい、匂いだけ、匂いだけでした。はい、ごちそうさまでした。大阪お土産第2弾でした。第3弾にご期待ください。はい、皆さんはDMRとかカードゲームばっかりやってますけれども、日本の地理の問題を出したいと思います。わかんねー。はい、日本の県名、ひらがな2文字の県名を5つ、47都道府県のうち5つひらがな2文字の県名があります。5つお願いします。岐阜。はい、一つ何？岐阜。あ、岐阜行った。はい、次。千葉、滋賀、佐賀。佐賀。正解、正解。すごい、すごい。え、岐阜と千葉、滋賀、佐賀。じゃあ、あと1個だよ。あと1個。はい、最後の1個は奈良。正解です。素晴らしい。まあ、千葉、滋賀、佐賀だよ。あったな、それ。素晴らしいです。はい、皆さんはよく知ってた。はい、マッチは一言も発しなかった。もう言われた。僕今奈良だけ出てこなかった。あ、奈良、どう、奈良がね、難しかったね。はい、千葉、滋賀、佐賀でした。お疲れ様です。ブックアイランドは商品が安いわけでもない、そして広くもなければ綺麗でもない、だがたった一つだけ負けないことがある。ブックアイランドに来れば友達、仲間ができる。ブックアイランドジュニア入間店。